しようか。そうだね。この辺は破壊が少ないし、荒らされてなさそうな家見つけたらね。お姉ちゃん、ここから入れそう。これだけガラスが残ってるってことは、やっぱ荒らされてないね。どうかしと。災害の後、生き残れなかった人のほとんどはガシだって話だ。次、行こうか。それ、お姉ちゃんの恋人？これは親友と、ちょっと会いたい人なんだけど、君を目的地まで連れてくついでに探せたら一石二鳥だと思ってんの。荷物置いておとなしく座れ。天国に連れてってやるからよ。せっかく人に会ったかと思えば、ろくなのがいない。どっと、くっ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 、天国に連れてってくれるとか言ってたよな。探してたんだ、天国。嘘だろ、営業してんのこれ。この辺には怪物が出るからね。怪物ってヒルコ人食いのことですか？僕らそれ殺せますよ。さっきテスト中に外がどうとか言ってたよね。時代は外がどうなってると思う？外？この壁の外。え？ここより外があるの？あると思うよ。僕が外に出たいな、出たいなって思ってると、外から二人の人が僕を助けに来てくれるの。その一人の顔が時代にそっくりなんだ。部屋の外、学校の外、外の外。時代くん。園長先生、あの、ここより外ってあるんですか？ここより外はあります。ただし、浅ましい怪物がうごめく汚れた世界、地獄です。その筒の中に薬と注射器が入ってる。俺と同じ顔をしたやつがどこかにもう一人いる。そいつを見つけたらこの薬を打つように言われてた。だから天国には俺と同じ顔のやつがいるんだと思う。打つとどうなる？さあ、病気が治るとか。とにかく俺が行けばみんなが助かるかもしれないんだって。それ以外は特に知らされてないな。お姉ちゃんは何も聞いてないの？最後に三倉さんと一緒にいたのお姉ちゃんでしょ？めくって、これで丸を守って。わかった、どこまで連れて行けばいい？
僕も君を天国へ連れて行くとしか。何してるのあんたたち。誰もマルの顔に反応しないってことはここにはいないんだろうな。そっくりなやつ。お、その顔、あんた竹早キリコさんだよな。あ、電力車レースの。いや、人違いです。俺大ファンだったんだよ。ほら今でもブロマイド持ってんだ。おい、お全然似てない。似てるかもしれないけど別人だって。いやでも人違いだっつってんだ。失礼。待って。え、今何か。これだ、お姉ちゃん見覚えない？この箱どこから来たの？さあ、東京と船が行き来しててさ、野菜出荷したりいろいろあるから、使える箱ならいろんなところから行ったり来たりするんだよ。このマークを追うとマルと何かつながってこないかな。少なくともこれの正体はわかるかもな。俺お姉ちゃんが好きだ。え？ごめんなさい。ううん、ありがとね。あのね、突拍子もないこと言うけど、僕この体は女なんだけど、こっちのつまり脳みそが男なんだ。だから僕男なんだ。は？5年前、僕らは電動カートレースの興行を生業にしていた。うちの若いもんが随分世話になってるみたいじゃないか。ロビー、こいつら偽の車検を作ってやがったんだ。あれ、そのジャンパーロビーにもらった。お腹空いた。お姉ちゃんおかえり。あの医者隠れて人食いの研究したり人体実験してるって話だぜ。終盤に人食いがいる。僕がやるんだ。確かなことは自分がハルキだということ。その証拠に確実に襲ってくる姉を失った悲しみ、そして時折もたげる好きな女の体を手に入れた薄暗い喜び。ロビンは医者の裏の顔を探ってたはずだ。それから二人を探していろんな町に住み依頼をこなし、それから4年ほどして
中野で君と出会ったんだよ。俺は大災害と同じ年に生まれたらしい。同世代の子供と一緒に割と広い部屋で暮らしてた。7歳の頃、そこが解散したのかな。みんな大人に連れられてバラバラになって、俺を含む何人かは別の集団に入れられて、資源あさりなんかしながらちょっと前までそこで働いてた。で、せめて町の場所なり地名なり思い出せないの？日本がこんなに広いってことも、自分が日本のどの辺にいるのかっていう認識すらなかったからわからないんだよ。大人の後ろをついて回るばかりの人生だったからな。悟るな。新聞に書いてあったんだけど、災害前って人間が楽するためにロボットを作って、今度はそのロボットに監視される心配してビビってたらしいよところが実際は暇になりすぎた人間同士が互いに監視し始めて、ルールやわがままを押し付け合って、しまいに殺し合いになって滅んだって。作り話だろ。いかにも偶話的すぎる。前の暮らしが天国とも限らないって話だよ。それに災害前が天国なら、俺の目的地は過去ってことだよ。でも大人はみんな前の暮らしを知ってるし帰りたがってる。もしもうすでにどこかで前の文明が復旧しているとしたら。大丈夫、誰もいない。ここは学校の外、中。ほら、本物の赤ちゃん。これが赤ちゃん。僕はずっと耳姫を見るとたまらない気持ちになるんだ。あ、というと、もう少し具体的に。舐めてみたい。太郎、早く良くなってよ。また一緒に遊ぼう。トキ、トキオ。最近みんな変なんだ。僕怖くて。全然怖いことはないよ。人が誰かを好きになるってことは自然なことだよ。夢。